はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、家系ラーメンを食べに中野の方まで来ております。で、今回ですね、お伺いするラーメン屋さんなんですけれども、結構ね、オープンから間もないんですが、もうオープンの際にね、もう話題になりまして、オープン当時もめちゃくちゃ大行列で、本日はですね、比較的ご迷惑にならないよう15時からね、お話をしてるんですけれども、今ですね、お店見えておりますが、すでにですね、ちょっとこの時間でも大行列ですね。本日はね、晴天で暑いですけど、こちらの列並んでいこうと思います。ということで、例えばですね、もうすでに大勢さんの店内に入っておりまして、1杯目注文しましたのが、本日もちろん通常の並のラーメンに無料のライスということで、で、先ほどもね、ちょっとお話ししたように、かなり店内満席なので、ちょっと小声でお話ししながら本日は食べていこうと思います。で、こちらの大勢さん、通常の家系とは若干珍しいコンセプトがございまして、鶏と醤油で食わす家系ということで、有名な地鶏のね、阿波踊りをはじめとした3種の鶏ガラを使ったスープがメインということで、基本的にね、やっぱり家系といえば豚の方がメインなんですけど、大勢さんは鶏がメインということで、僕もね、その系統の家系は食べたことないので、今日もめちゃくちゃ楽しみです。おー、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すごい人気ですね。毎週来てるんですか？やっぱうまいですね。すみません、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。ということで、本日のですね、1杯目のラーメン到着いたしました。本日の1杯目にいただきますのが、こちらの通常のラーメンでございますね。もちろんライスもセットで、じゃあ本日もいただきたいと思います。これやばい。じゃあ、米と言っちゃっていいですか？いらっしゃいませ。はい、どうぞ。どうも、ありがとうございます。じゃあ、どうぞ。ラーメン肩こりようですね。どうぞ。鶏がすっごい効いてるんだけど、そこに醤油の香りとか生姜の香りとか、味も美味しいんだけど、とにかく香りがめちゃくちゃいい。僕の、ね、大好きな海苔とほうれん草をくるんでちょっとね、ご飯ですよ。お願いします。で、こちらの大勢さんね、おかわり含めてライス無料ということなんで、本日もちょっとおかわりしていきましょう。あ、すいません、ご飯おかわりお願いしてもいいですか？多めで、はい。いや、思わずね、ちょっと本当このライスすっげー進むから大盛りで頼んじゃった。うん、うわー、うまいだろうな、これ。
ただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。ちょっと青ラーメンは並盛りすれば一瞬でなくなるわ、でちょっとね今具材もなくなったんですけどまだご飯余ってますんで、ちょっとここにね残ったスープかけて、これもねまた家系の醍醐味だからね。はい、ご飯にかけると麺と酢とかと違う、その生姜とか鶏の旨味感じ方が違うから、ぜひこれみんなライス余ったらやってみて、じゃあ一杯目ね、どうしました、めちゃくちゃうまいっすね。これ食おうと思っても絶対他じゃ食えないですもんね。そう、ジャンルがまた、はいはい、本当にね今1杯目食べ終わりましたけど、この家系はね絶対この海星さんでしか食べれないね。ただね普通家系はベースに鶏ガラとか丸鶏使ったりはするんだけれども、やっぱりねメインとなるのは豚骨なんだよね。でもこの海星さんは鶏がメインということで、このね口に広がる鶏の風味とかが段違いで、この上品さというか優しさというかね、他の家系では感じたことない、味わったことないような旨味なんで、家系ファンであればぜひね一度ちょっとこの海星さんのラーメンは絶対に食べてほしい一杯ですね。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。いただきます。ということで本日ですね注文しました2杯目のラーメンが到着いたしました。でこちらの大成さんではですね、特選と上特選っていういわゆるですね他の店でいうと特製ラーメンのようなトッピングが増えるラーメンがあるんですけれども、今回はですね上特選の大サイズにもちろんライスも大盛りで注文させていただきました。ではこちらもいただきます。で今ね上特選って言ったんですけど、ごめんなさい忘れておりました、ほうれん草と海苔も追加してました。お願いします。はい、さっきちょっと一般ではね時間経ってたので色変わっちゃったんですけど、火の入ってないチャーシューはこんだけピンクですね。もうガンガン追加したんで、僕の大好きなねほうれん草と海苔は節約せずに攻めていっちゃいましょう。ありがとうございます。すごいのが今もう時間は平日の16時ですよ。16時なのにまだね外待ちしてるんですよ、お客様が。一回これ食ったら確かに通いたくなる気持ち分かる、なんかね癖になるね。すいません、ライス並でおかわりお願いしていいですか。はい、はい、すいません、ちょっとですね、もうあの、はい、ライスなくなりまして、ただいまこのライスをねおかわりしたところなので、ここでちょっと卓上アイテム使っていきましょう。やっぱり家系にはねニンニク合いますんで、ちょっと醤油を溶かしつつね、ありがとうございます。合うね。
ありがとうございます、うん、ありがとうございます。鶏がメインでね、すごく上品な味なので、一気にこうニンニクを入れるんじゃなくて、海苔とかね、トッピングの上にニンニク乗せてね、徐々に溶いて、なんかこうゆっくり変化していく方が合うかもしれない。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっとね、これトッピングしたニンニクを最後これ全部くるんで、ほうれん草をあえてつつよ、ひたひたスープで、これにね、麺とライスよ。あ、死ねちゃうよ。クイーン的だな、これ。パンチ力半端じゃないわ。はい、どうぞ。最後は味玉で、まあね、持つだけでばっかりよ、この半熟感。じゃあ今日はね、あのトロトロ味玉で締めさせていただきます。はい、お待たせしました。失礼しました。やばい、待ったということで、本日もご視聴ありがとうございました。麺屋大成さん、やばいです。まあ、あの家系ラーメンをね、普段から食べてる方がこのラーメンを食べたら一発で違いがわかる。でもね、その違いがいいと、まあ本当にこう食べてみて人気店になる理由がわかるなと思う最高にうまいラーメン屋さんでございました。まあね、行列をしているとお話をしたんですけれども、回転率かなり早くてですね、この列さばけるのだいぶ早いんでね、こう並んでるからといって諦めずに、ぜひですね、皆様もちょっと並んでみてですね、こちらの大成さんの美味しいラーメン食べてみてください。で、本日の雑談コーナーはですね、前回ガジュさんと山梨の旅に行きました。その動画の際にですね、コメント欄の方にガジュさんと一緒に行って嬉しいなーみたいな、そんなね、ありがたいコメント多数いただきました。で、明日ですね、またガジュさんと山梨旅行ってきます。で、今回もですね、花富士食堂さん行かせていただいて、その後またちょっと別の時間を空けてお店さんにね、行こうかなと思っておりますので、山梨旅編もですね、ぜひ動画楽しみにしていただければと思います。ということで、本日の雑談コーナーはこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。